じゃあ、とりあえずね、今日9月11日ですね。まあ、とりあえずやることなくて今なんでね。まあ、ちょっとマリオカートやっていこうかなと言いたいけど、首が痛いと。とりあえず、シップと特訓を当てたりもしてるんですけど、結構マジ痛いんだよ。ちょっと充電器、充電器か、ちょっと。まあ、とりあえず、また例によってね、国際線でいいかな、めんどくさいんで。じゃあ、とりあえず、部屋決まるので、スキープ。部屋決まったねけど、3分の2外れて、よかった。ドラゴンロードだけは勘弁してほしいんだよ、マジで。なんかめちゃくちゃ充電器の線がくるくるパンになってる、そろそろ。これちょっと伸ばすか。いけ。わあ、終わったー。クッパキャッスルでもいいけど、どっちの方がいいんだろう。俺、どこ苦手なんですよね、クッパキャッスル、ドラゴンロード。しかもその角度一番やばい。だよねー、150か。よし、目指せ10位。ドベとんねんか、奇跡。しかも、レート、俺よりちょい高、俺より低いのがたった2名か。よし。あ、3名か。よし、回取ってもどうにかなりそうだ。じゃ、とりあえず、ある程度真面目に、ある程度続けましょうかね。よいしょ。ちょっと映ってなかったら申し訳ないですね。あ、落ちる。見て、カメラの角度直すチャンスがなくなっちゃった。笑い事じゃないんだけどねー。あれ俺どべだっけ。あ、違うわ。一人いるんだ。アイテムゴミな剣についてと。まあ、一個でいいや。ちょっとゴミすぎねえかな、アイテム一個が。ちょ、この先ギリ直線。あ、まあ、別にいいや。やっぱ良くなかった。うぅ。じゃ、ボム編避難させずに、カメラの角度直してしまう。そう、目指せ10位ですからね。大丈夫大丈夫。9位、8位か8位意外といい順位だな。スターは大丈夫そうか。大丈夫、あ、緊急のならいいや。危な。てか、このコースで、ここで緊急の使ってもさ、意外と意味なくね。このコースの緊急のあそこ以外、応募ゴミって言った瞬間にやっぱり来たよね。ここからだったらまだ使えるんでいいんですけど。あそこのスタートし直後の緊急のゴミなんだよな。ここゆったりした S 字クランクなんで。ぶんの素早い瞬時の対応力。珍しいな。いやー、できれば逆が良かったな。ほい。まあまあまあ、3位、2位か。やべえ、前に投げた。危ねえ。いやー、クラクションか。誰なんだろう、ブーメラン。ここは使っちゃおう。で、後ろに投げよう。ちょっと待って、アイテムがゴミすぎる。あ、よかった、なくなった。危ね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 。あ、失敗した。いやー、できればバナさんがよかった。何に当たった？まあ、普通に負けたわ。ダメだ、あいつらキノコ持ってるからダメ。いやー、ダメすぎるー。だからこのコース嫌いなんだよ。すげえ、4位かね、3位か、2位か分けたから一気に陥落したわ。まあ、そんで目指せ10位だから、まあ全然いいでしょ。マイナス6意外とでかく引かれたー。ちなみに、最近プライベートでずっとポケモンのパールばっかりやってるんで、マリカ全然進んでないですよね、レートが。はっきり言って進んでない。むしろやってない。だマリカのプレイ時間で、ね、そんなに進んでないはずなんだよな。どっか見るとさ、何かのゲームがどのプレイ時間って出なかったっけ。あ、出てるわ。そう、最近ね、ポケモンめちゃくちゃプレイしながら、A レシー暇な時やって、ちょっとパワープロやったりして、競馬が動画メインでやってないんで。そうなんですよね。だマリカ今ね、170くらいやったら、多分これ以上ね、進まないと思う。以上。次のコースなんだ。うわぁ、全部ゴミやけん。しかも部屋減ったな。じゃあ部屋変えるか、いっそ。今度すぐ部屋来ましたね。だったらカラカラ砂漠かな、まだ。めちゃくちゃノー、あれ、ランダム多いな。2対2、2対1対7っすからね。悲しい。一応今日ね、トイレのエアポート急行が動いてるんで、それもちょっと撮影行けたら行きたいなと、買い物行くついでに。本当に首が痛い、マジで。へぇ、今日アメリカ同時多発テロから21年なんだ。結局悪い、なんだこれ。悪い時差じゃんかな。
今ごめん、スマホいじってて、ツイッター見せて気づいてなかった。ちょっとだけ角度変えさせて。見えねえんだよ、全然。カメラありながらだから。よいしょ。あちゃ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 、あ、失敗した。完全にミスったわ。まあいいや。しかもそんなに話されてないからね。全然遊べるチャンスはあるし。そうね、ワルスター結構好きだから、まあ目指せ8位かな。いや、6位でいいや。あぶね。やべ、ジャンピングオプションが全然できねえや。とりあえず一回コインだけ取るか。ごめん。ねえ。待て待て、今なんか 何が飛んできた、すごい角度。あ、終わった。だよね、アイテムが遅い。しかも遅すぎる。おし、あと1個、あと1個、あー、カコーラ俺じゃない、ナイス。やべ、外膨らんだ。待って、結構いいアイテムじゃね。あ、おコーラ来てる。いやー、何それ。めちゃくちゃサーキやがった。しょうがない、落とせれるよ、ぶね。せめて金キロぐらい出してこいよ。やべえ、コインが全然に耳かい。いや、終わった。これ無理だな。6位も取れない気がしてきた。いや、だから絶対無理だと思う。戦闘集団ゴールしんじゃん。あ、もうゴールすんのか。ってことは、この辺がうぞうむぞで溜まってるぐらいか。いや、とりあえずなんか出ろ。うわー、微妙なアイテム。いや、全然無理だ。しかもなんか落ちたしぐらいのか。いやー、全然ダメだった。これ赤字でけえな。しかもさっきより4桁が1人の部屋だからね、なおさらきついね。とりあえずカメラの角度だけ直しとこう。じゃあ次何のツイッター見ようかな。何のツイッター見ようかな。ツイッターツイッターしかないですけど。次どこだ。いや、ピーチサーキットだったらいいな。ピーチサーキットだったら目指せ5位。以上。え、タルマエロマエ勝ったんだ。あの、北高タルマエ3区。ダート新馬で。おお、やるじゃん。中山1レースってあれか、ヤングジョッキーズで初勝利した水沼ってやつ。 JRM 初勝利なんだ。しかもプラカード岩田が持ってるの面白いだけは欲しいな。コインが取れねえ。とりあえず邪魔。あいつコイン持ってねえのかよ。おけらか。やべ、失敗した。ラッキールチアのなんか競争馬の名前に似た気がすんな。ちょっと前にね、北サンブラックってやついたんだよね。いやー無理だー。
くそ、まあ、コイン取れればいい。あぶね、あいつどっち来る。あぶねー、スターが引いてくれてよかった。おお、それは聞きれねえ。かわいそう。結局どうべか。いやでも団子状態で5位だったもんな、俺今ちょっと前。まあ大丈夫でしょ。目指せ6位。あれ何言ってたっけ、5位って言ったっけ。もう覚えてねえ。いやー、ここの近畿の一番いらねえ。だったらキラーの方がよかった。サンダーが降りそうにないっていうのが一番痛えな。しかもアイテムが間に合わない可能性がある。うわー、ナイスサンダー。そのサンダーマジナイス。それ神サンダーだわ。ちょっと待って、できればサンダーちょっと、スターちょっと待ちたい。いやもう使うしかねえ。キラー来てんならしゃあねえ。オッケー、神アイテム来たー。しかも6位しか取れねえ。オッケー、まあ6位ならいいでしょ。まあ5位っつって6位っすからね。まあ問題は今日の赤字が多分取り返せないことですけど。プラス5ぐらい。あ、11もらえるんだ。そうね、今日中に1400いけたらいいかな。ちょうど今1位ちょっと前なんで。だったらレインボーロードかな、まだ。うん、レインボーロードか。あ、ここは先頭行ってごちゃつくれだったら後ろからのんびり行った方が。一個押すからねー。あいつら二人待ってたんだ。あれ？たまにこれさ、なんかあの、なんだっけ、R ボタンじゃない方。俺多分いつもこれね、R ボタンじゃなくて、ZR の方押してドリフトとかアイテムしてるんですよ。ZR が若干壊れてきた。真面目に。特にね、左のコントロール。振るとカチャカチャ音するんですよ。ちょっと待ってね。振れるタイミングになったらちょっと振りたいんだけど。こういう感じ。すっげえカチャカチャ言うんですよ。マジで、ジョイコン壊れてきた。で、買い替えてえなと思ってんだけどさ、俺の欲しいジョイコン売ってなくて、2つを買って組み合わせなきゃいけないんですよ。まあ、どういうことかっていうと、黄色と、なんか、黄緑っぽい色にしたいんですけど、なんかそれ2つのジョイコンのちょうど ZR で、やべ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 、ここのイカスミやばいんだってマジで。落ちるー、そし投げるー。誰に当たった今。俺じゃねえなりや。とりあえずなんだかんだありつつ2位か。ギミンさん、キノコ今連チャンで使わなかった。これギリ飛び越えれるよな。いやーギリいけたけどめちゃくちゃ戦んだなりや。なんだ、左手も取んなかったの。とりあえず後ろのスターと前のスターがめちゃくちゃ怖いな。ちょっとケツだけつけとくか。やべえ、テポドン飛んできてる、地味に。テポドンがさ、脳状態で飛んでくるのマジ怖いんですよ。あ、やべ。まあ、そこゴツンコしたの落ちなかったからね。まあ、ある意味でかいっすね。いや、そのテポドン怖い。間に合え。オッケー。よし、ナイスー。
てか5位でキラー出るってどんだけ話されてんの。あ、そんな話されてもないんだ。あー危ねえ、それは無理、避けきれないからの。まあまあ3位でいいでしょ、悪くはない悪くはない。ケツ2ケツ1じゃあケツ3ケツ2からの、6位3位だろ、全然全然。はい、プラス22 でかすぎんだろ。やっぱりマリカはね、いかにね自分よりレートが高い部屋に入るかが勝ち確ですからね。いやー面白い。なんだこれ、トレインボット推薦2022年10月予約解禁、来年6月下旬発売ってだって。え、そんなおもちゃあるんだ。だったらアイスブリーディングがいいな。俺結構この子好きなんですよ今。一応フルゲート入ったのか。できれば後ろから来てんの。やべ、これミラーじゃんかよ。やべ、俺ここのミラーは苦手。どうせ待ち落ちるでしょ。ここ絶対スタート直後落ちるんだよな、これ。まあ、単純によそ見してるだけなんですけど。あれ？ちょっと待って。完全に ZR 壊れてきた。いつもだったら曲がれたんだけど。ごめん、めちゃくちゃ引いちゃった。やべ、危ねえ。一応8位で7、6、5か4までいんのか、ここよし、ナイスー。下手なりに適当に当たれば数打ち当たる。なんちゅう変な名言じゃん。5位、4位、3位か。オッケーオッケーオッケー。あれ、バックスな2人とも怖えな。いつでも軌道だけは外れるようにしとかないといけないけど。しかもミドさんかよ。いやー、これキノコほじっちゃうのもありっちゃありだけど。危ねっ。ごめん、使っちゃおう。使ってよかったー。ひげ殺せ。くそ、あぶね、あぶね。まあ4位なら全然いいでしょ。ただね、これキノコできればこじりたいんだよな。強引に上がってくる勢が多分来るはずだから。1個取れりゃいい、全然。やべ、
俺じゃねえ、4位3位ドイツ。まあ4位ならいいや。ちょっと待って、手汗がすごくて、マスコンがずれる。あれティッシュがない。しょうがない。まあ、クッションで拭こう。何これ、市役所大混乱だったってけど、どこ、炎天下に行列つく、宮城県高城市でいいのかな、おそらく。市民限定の10割増商品券の追加販売が10日、今日か。あ、昨日か。市役所で先着順から購入規模の市民が殺到、混乱。長蛇の列が最大1キロか。開始30分前ですでに1500人。1セット1万円分を 5000円で購入できる。7月8月に1世帯1セット限定の販売。残った12,600セット、1セット、1人2セットまでか。追加販売。市役所1階に窓口5箇所設置。事業を委託する多賀城七ヶ浜商工会と市の職員が対応だって。午前9時にはすでに1500人以上が並び、30分繰り上げたって。すごいね。9時頃に来庁したら、商品券手にしたの午後0時頃だって。0時半か。3時間半か。すごいね。すごいね。行列を管理できず、途中で列が切れ、次々に列が複数まで最後尾があちこちにできたって。で、公務員の男性38歳、職員の数が足りなすぎた、横入りしたという争いが何回も起きてたって。ちなみに渋滞 1.5 キロだってさ。大変だね。一応 市都市産業部の部長さん、見通しが甘く行列を持っていなかった、市民に迷惑かけて申し訳ない、謝罪しちゃって。一応商品券は完売、今日の追加販売は中止か。ちなみに七ヶ浜町でも同じ商品券の追加販売があり、こちらも同様に行列が渋滞が発生しちゃって。そりゃそうだよ。人間金がかかれば人格変わるもんね。これだけはどうしようもできねえよ。あいつも取り損ねたんかい。ほい。あれ、取れちゃった。でもそんなに当たってたか、思うと思うとかわかんないけど、つまり俺キャラの名前これ作成すんだよ。よいしょ、よっ。クラクションか、できれば来ないでも。あ、2位なら強えわ。2位ならね。およっ、おっと、じゃああげる。おい、誰だけばいいよ、俺8位か。ってことはこれ9人部屋か、今。3人落ちてたんだ。シングルでいいか。青コーラ言ってたのか。スターか、やべ。赤コーラー、赤コーラー、赤コーラー、だるーよねー。そりゃしょうがないわ。スター呼びつつ赤コーラに見に行ってなかった。そのスター怖えだよね、低いよね、とりあえずあいつ殺すわ。あのフランス人なんかイギリス人なんかペテン人なんかわかんないけど殺すわ。どけ、あ、失敗した。とりあえずコインだけもらってっか。俺もしかしてドベ説。あ、どうぞ。あ、俺ドベ説じゃん、やべ。のんびり遊んでる暇じゃなかった。よいしょ。あれ、俺ライティング取れてなかったんだ。俺じゃね、その赤子。あ、俺じゃなかったからよかった。いや、それ俺だわ。この順位の赤子だ、マジいらねえ。俺がアイテムの中でやっぱりゴミだと思うのあれだな。1位がイカじゃん、2位がオコラじゃん。クソすぎる。もうダメだこれ。多分無理だな。そしたらこれで一旦終わったら動画切り替えるか。尺的には3人の戦闘と後方集団のゴミ溜まりか。多分あいつ2個行くでな。あー失敗した。2個行くと分かってて失敗したわ。これは無理だな。急ぎよく諦めよう。これだけは追いつけれるわけがね。いやー18はでけえな。とりあえずモンチャルロだかペテンジンだかゴミクズだか生ゴミだか知らんけど、あいつ殺そう。次の日あいつ殺す。ティッシュが欲しい。めちゃくちゃ手が汗ばんでる。一旦動画切り替えるか、そしたら。まあ、部屋選んでから気をつけたから、じゃあ、ミュートしていいや。4分の3するなんて。よかった。